ここは鍵がかかかっていて開かない開なわ <laughs> びっくりした霊体になった後離れ離れになってたけどやっとね、うん、一緒になれたってことですよね成仏してくれえー、っとファイル、えー「主なき日記帳」ですかね。 2月14日。今日はバレンタインデー。彼はチョコレートが苦手だと言いつつ、内心まんざらでもなさそうだった。出会って100日足らずだが、ずっと昔から知ってるような気がする。ずっと仲良しでいられたら、えー、いつも気持ちを確かめ合ってるのに不安になる時がある。他の人もこうなんだろうか。えー、2月20日。風邪をひいた。彼に電話をした。 彼が大げさに心配してくれたのが驚きでもあり、嬉しくもあった。普段あまり感情表現をしない人に心配してもらえて照れくさかったけれど、彼のことを可愛いと感じた。でも心配してくれるのはわかるけど、なんで風邪なんかひいたんだと怒鳴るのはやめてほしいかな。2月26日、冬の間に太ったのだろうか。最近体がブヨブヨだ。彼に太ったとからかわれた。 悪気のある言い方ではなかったけれど、彼の愛情表現の乏しさは気に、えー、触るかな。うん、馬鹿、えー。3月5日、まだ休み気分が抜けていないみたいだけど、えー、みんな新学期を迎えて上機嫌だ。久しぶりにみんなでおしゃべりをして笑って。ところで、新学期になってから彼に会えていない。えー、休み明けでお互い忙しいのはわかるけど、それでも会いたくて仕方がない。 実は最近体が重い。休みの間に家にこもってばかりいたせいだろうか。えー、3月14日、ホワイトデー。今日は一日中後ろの、えー、っと、これ何て読むんだえっと、アンリって読むみたいですね。うーん。後ろのアンリの席にみんなが集まっていた、えー。昨夜、アンリの彼氏が学校に入ってきて、キャンディーを置いていったらしい。嫌な女。 一日中偉そうにしていた、えー。悔しくてたまらない。彼は私に何もしてくれなかった、えー。惨めで死にたい気分だった。何もお返しなかったんだ。ね、あの、少しでもいいから、キャンディーでもいいからさ、ね、お返しする、うん、してもいいと思うんだけどね。うん、何もしなかったんだって、無頓着なんですかね。3月20日、まだ春というには早いみたい。寒くて風邪をひきそうだ。 らの調子が良くない。大学受験が迫ってきたせいだろうけど。今日彼と電話したあ。通話した。彼は学生の身でどうとか言っていた。しばらく会わないようにしようという話だった。急に怖くなった。彼の顔を二度と見られなくなる気がして。3月25日。えー、中間テストの日付が決まった。今日で彼と出会って100日目になる。通話すらできなかった。 もちろん彼も忙しいのだろう。しかし今は彼の声と笑顔が切実に恋しい。どうしても感情を抑えられない。苦しい。何度も死にたいと考えてしまっている。4月4日。もしやと思い尿検査をしてみた。結果は想像した通りだった。新しい命を育んでいるという事実に怖くなったが、同時に気が楽になった。ああ、さっきのね、赤ちゃんの うん、お母さんの日記だこれうん彼の反応が心配だ彼に知らせるべきだろうかもしかすると彼が関心を持ってくれるかもしれないしかし彼にとって重荷になるのではないか、えー、4月8日彼の反応は意外と冷たく恐ろしいものだった子供を降ろさないと二度と会わないと脅してきた死にたくなるほど怖かったでも私は何があった でもこの子を産む自分の中の新しい命に私は感謝しているのだ命を捧げてでも守ってみせる、えー、美術教科書の、えー、表紙の女性と幼子が手をつないでいる土偶像が気になるこれを作ってる最中に自殺しちゃったんだねうん本来はねこれを作りたかったんですよでも作っ 途中でうんなくなったんだねそうかそんなことがあったのかと言いたいんだけどこっから何すればいいんだ泥人形には特にね不思議な点はないんですよねあこれかうん土の灰をうんセットしないとねこれでここも開きますね あ、いたみさんしずくねえ、しみしずくしずくのあと、さやかと話す。さやかと話す。何を、また私のこと、無視する気あんた、まだあの子のお尻ばっかを追いかけてるの まあ、お尻には見とれてたっていうのは事実なんであの否定はしませんけどいやただの偶然だよ君には関係ないでしょうーんといやただの偶然だよそう本当に偶然かしらあの子は何かに疲れたようにうろうろしてるし学校はまるでお化け屋敷みたいになってるし 君もお化けを信じるようになったのこの学校には未練を抱えた幽霊が多いみたいだねえーっとこっちこんな古い学校だものお化けがいても不思議じゃないでしょ新刊の閲覧室に幸せの目安箱というものがあるわ生徒一人一人の幸せのために作ったという触れ込みよでもねそれに投稿して幸せになった生徒なんて一人もいないわ多分 先生たちも作ったことを忘れてるんじゃない生きてる人でもこれだもんね死んだら忘れられるのがおちよどうして誰も本当のことを聞いてくれないのちょっとなんであんた一人なの光はどこいやいなくなったんだようん後ろにいると思ったんだけどさっき一人で逃げたんださあ僕には分からないな えっと左このバカだからって光を見失ったらダメじゃないあんたね光に何かあったらただじゃおかないわよまったくもう雫のことしか頭にないんだからそんなんだから彼女もいないのよどうしてジロジロ見てるわけ何か言いたいことでもあるの って悪かったわよあんたのせいじゃないのにね。私も怖かったから八つ当たりしちゃったみたい。多分光は新刊に行ってると思うわ私探しに行くわね。また会いましょう。新しく新刊の道がうん、放されましたね。いや。 あの、気づいたらどっちの方向に行ったかすらわかんなかったんですよ。うん。心配はしてたよ。ただ、ねえ、あの、どっち行ったかがわかんないからさ、探しに行けませんよね、それは。うん。そうだね、ひかりちゃんとかさやかちゃんとか、えっ、ー、と、しのみやさんとか、うん、が行ったみたいなんで、ちょっと、後を追っていきましょうか。うん。あ、こっちだ、こっち。やばい、入ってくるかもな、ドア開けてるから。 ちょっと入り組んでますね、ここ。わ幽霊出てきそう。真っ白か。開いた。え、新幹エイド、もちろん。あ、そういえばさ、あの、なんだっけ、絵のところに鍵隠してるって言ったけど、取ったっけ取らずに入ったよね、音楽室。えっと。 新館来ました。確かに新しいね。旧館に比べて。開かないな。マップはアトリエ、地理、地学、ん地学室、パソコン室、語学室。うん,うん、うん、はい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 。カードキー式になってるっぽい、こっちは。うん。さすが新館。ね。警備が、万全ですね。 セーブポイントあったあ、こっちでやればよかったなあいたやっぱ違うねうん休館に比べて結構あ和式じゃなくて洋式になってるうんええー、まあ、こんな感じでいろいろ変わってますね何これは文書えっ、ー、と器物修理養成書破損した器物 語学用カセットプレイヤー2台。えっ、ー、と、語学室、騒動、ベルト破損。音楽鑑賞室、電気、あ、電源部損破損。えっ、ー、と、実技授業で逆再生機能が必要なため、早急な措置をお願いします。作成者、音楽教師。これは、音なし教助でいいんですかね。山上先生の、うん、公認の、うん 音楽教師だと思います器、えー、を直せば職室にあ、ったあ、そうだね。カセットテープあったんだけど。うん。どこで再生するのかわかんなかったけどね。ここで再生できるみたい。文章。新刊の告知事項。冬休みの間、新刊中央ホールに伝統。3回の連絡橋の、えー、下。 設置する工事を、えー、施工をしましたが、施工だよね。えー、っと、施工業者が何々な配線と一部の教室に不良コンデンサーを使用するなどの手抜き工事を行ったため、現在は漏電事故の危険があります。補修工事は夏休み期間中に行われる予定です。それまで以下の問題と臨時の解決方法を 各、えー、学級に通達してください。あーなんかめちゃくちゃな配線って意味だね、ここの、うん、なんとかな配線っていうのは。あの、序盤、一番最初で、この、うん、文字出てきました。問題点と解決方法。特定の教室の電灯をつけた状態で、電気制御室の中央ホールスイッチを入れると、中央ホールに爆発が起きる恐れがあります。爆発 大ごとすぎやろ、爆発は。ねショートするとかならわかるけど、爆発は大ごとだよ。特定の教室っていうのがどこですかね。あとあとなんか使いそう、これ、うん。注意すべき教室は次の通りです。3年1組、5組、8組、10組、12組。この5つのところのどこかをつけた状態で、か、あの、全部つけた状態で。そうだね、電気制御室で、 スイッチを入れると爆発する可能性があるってことみたいですね。該当教室の照明が頻繁に消える異常現象が発生する場合、1、5、8、10、12組の順に照明をつけてみてくださいえ。以前のクラスの照明が消えた状態では、なぜか頻繁に照明が消える問題があるとの報告を受けています。ここの組、 の電気がついてなかったら他のところでも消える現象が発生するっていうことを、えー、指してるんでしょうか。で、今回はさ、あれじゃないかな。警備員もう一人も出てくるんじゃない裸エプロンのかっこ水着のあの主類。ね、憎み出てきそう。ここ通れないよね。えー、っと、どこ行けばいいんだ語学室入りたいけど。 ないんだよね。鍵が。うん。あ、上の階行けたわ。ああイベント。ええええええ。気をったで。おお待て。セイかちゃん助けて。

ききたた親父のね角度からさやかちゃん見えてなかったからね、身構えることもできんかったし。そんなに怒らないで、いや、えっ、ー、と、助けてくれてありがとう、さやかちゃん、まあ。まだあんたの助けを借りなくちゃならないし、だから助けただけよ。このシンに来てみて、はっきりしたわ。これまで起きたこと全部に、シズクがかかわってるわよ。理由は えっと、どうして断言できるのちゃんと理由があるのよく聞いて私たちの向かうところにはいつもしずくが一足先に来ていたわあんたも私もあの子を追いかけて妙なことに出くわしてるのよということはしずくが何か仕組んでるってことでしょう私だって雫を疑いたいわけじゃないわでも あの子が関わってることはもう間違いないの次はどこか知ってるここの4階屋上さっきあの子が屋上に向かうのを見たわきっとそこでも何か仕組んでるのよどうして黙るのまだ私の言うことが信じられないの そうねどっちかなまあ何かしらね関わってそうだよねもううんまあ先回りしてるのは事実だし危機に襲われた時もねすぐ消えたしいやーどうしよっかまあ信じましょうかさやかちゃんあまり信じてない口ぶりだけど疑わしいなら屋上へ行って自分で確かめればいいじゃない私の言ったことが本当かどうか 私は光を探さなきゃならないの。あんたは、好きにすればいいわ。どっちを信じるか、ちゃんと決めておくのよ。出ないと、本当に学校から出られなくなるかもしれないわ。そうね。うーん、屋上行ってみようか、とりあえず。 まあ、あの親父は下で伸びてるはずなんで。ちょっと屋上に行こうか。あ、ここ1階と2階しか部屋ないんだ。あとは、そうだね、屋上に直通してるって感じだ。え、あかんねえじゃん。屋上プールだって。見に行きたいけどね、まだ開いてない。うん。えー、っと、 と,ということは、下に向かうしかないかなうん。きたきたは気絶してっかな消えてそうね。雰囲気的に。あー、なかあった。ラッキー。なにこれタイプライターのキーだって。ほう。タイプライターのキー。どうあ、いなくなってる。ね。タフだね。やっぱ、きたきたは。ここは歴史観。 歴史館。この学校にま,まつわるね、ものがね、置いてそうだよね。どうだろうおう対局の灰の貸し出しに関するメモ。えー、歴史館担当者へ。今回の授業資料調査のために、対局の灰をしばらくお借りします。あの、毎回はめ込んでるやつだね。 うん、別のエリアに行くときにえ。調査は第2初期で行えます。対局の灰は来週の火曜日に元の位置に戻しておきます。以上。えっ、ー、と、京都クレ。クレさんちょいちょい出てきますね。えっと、シャコ。シャコに行けば、今回の、うん灰が手に入るんじゃないですかね。やっぱね、 そうだね。この学校の歴史もここに置かれてましたね。えー、っと、理事長室。ここが理事長、ああ、理事長室簡単に開くんだ。校長室ね、あんなに厳重だったのにね。ほら、もう。理事長室はね、セキュリティーすらないですえー。で、あと、これ。これは 番号と、ああ、なるほど。ここはなんとなくわかる。保健室だ。保健室になんか目印があるんでしょこれきっと。うん。あとはちょっとわかんないですね。保健室か。開いてない。ということは ?3 階も行けないし。これはい 戻るしかもうないですねおお待って待ってカードキーがあった新刊の黄色いエリアのカードリーダーに使用して扉を開けることができるカードキーオッケー、ありがていいけるかもね見落としてた黄色い黄色扉が黄色ってことかなあったここだここは入れるみたい 黄色い扉。おお、ということはなるほど。ここも入れますね。入ろうか。はい。よし。語学室入ってみましたけど。えー、っと、これかなこれだ。壊れてるえー、っと、駆動ベルトが、えー、途切れているため作動しない。ここか。 えー、ベルトを取ってこないといけないみたいですね。修理用の。えー、次はアトリエ。なんかあるかね。アトリエ広。ここはあれだね。あのー、旧館に美術室あるけど、うん、新しく作られた、うん、ところっぽいですね。なんか関係あるかなこの絵が。なんもないがよ。 お時計が。えわからんこれはちょっとわからん。アトリエはちょっとわからんですね。出ましょう。おっいけるいけるいける。向こうに行けますよ。うん。キーカードが合うから。オッケーじゃあ。ん改めて。 何ここえー、ここなんだ特になんとも書かれてないですねまあ教室がある感じうんチャンネル登録コメント高評価していただけると励みになりますご視聴ありがとうございました